単純に愛だ、神戸が、でも愛してるが思い出しちゃった。うん、いくよ。よいしょ。ほい、じゃあちゃんと入ってるかな。よしよし。よし。もうエミ、この最初だけ覚えて、とりあえず。ちょっと待って待って、絶対覚えれない。覚えた？はい。お、すごい。ふくちゃん、これ、ふくちゃん、これ出さんとくよ。すごい、すごい。覚えてねえじゃねえかよ。いいよ。よし。じゃあ。でもちょっと持っといてほしいな。あかん？下、下見ちゃうよな、これ。まあ、もうこれ、エミの2番目にちょっと大変なとこな。あとはもう出さない。さっきあれやな。え、それ初めちょっと覚えてない、覚えてない。そうそう私たちが勝利するとでいい、うんうん、高い声でちょっと待ってそうそうそうあいなく神戸って入れた方がいい私たちが勝利するとじゃダメ、うん、あいなく神戸は入れてほしいかなまあ最悪抜けてもいいけどその時にですねまあちょっと一回やってみようぜやってみよう、うん、失敗してくれたし、うん、そうそうよしじゃあもうちょっとくっついてそう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 オッケーじゃあいきますあ10月1日日曜日なでしこリーグホーム最終戦にて私たちアイナック神戸が勝利すると秋三昧ディナーフェア大賞メニューのサンマのお造り焼きザンマ棒寿司松茸土瓶蒸し松茸すき焼きのいずれかを1名様につき1品プレゼントしますということは2人で行くと2品4人で行くと4品がプレゼントされるというとってもお得になっています。オッケー。まずここで行こうか。エミ多分覚えて、オッケーやと思う。しょう。いいと思う。今のいいんでしょ。うん、今のいい。だって次エミ言えんやろここ。あ、言えないでしょ。よし。じゃあこれね。もし勝利できなかった場合も1グループにつき1品をプレゼントします。関西にある。まあいいよ。見える？上田さんさここで、うん、ここでさ、うん、あかん。そうすると視線があかん。見える？それで。しかもガシャガシャ言うの。そう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 。下でもない。そう。はい。はい。じゃあいい感じで、はい、始めてください。もういいの勝手に、うん、いいよ。もし勝利できなかった場合も、一グループにつき一品をプレゼントします。関西にある旅籠屋全店対象です。10月1日の、観戦の半券チケットを持ってきてください。詳しくは当日のチラシをチェックおいおいいいよ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 それさえ前だけやんな言うのエミももう一回もう一回さいいよいいよ待ち口がいいよいいよこれ忘れないよねこれ最後忘れないもし勝利できなかった場合も一グループにつき一品をプレゼントします関西にある旅籠屋店いいよ全店ね全店全店ね全店ねよしはいどうぞもし勝利できなかった場合も一グループにつき一品をプレゼントします関西にある旅籠屋全店対象です10月1日の観戦チケットの半券を忘れずに持ってきてください詳しくは当日のチラシをチェック皆さんが勝利の祝杯をあげられるよう私たちも頑張りますたくさんのご来店お待ちしておりますはい、OK! OK! OK! ありがとうございます ありがとうございます、うん